our team at Moment Factory, we don't do virtual technology. We always focus on live entertainment. So all the technology and everything that we're using and doing is always to bring people together in the public space and not in the virtual world. 我々がこのモメントファクトリーでやっている、まあ、我々のチームがやっている作業はバーチャルテクノロジー、その仮想技術というものを一切使っておりませんというのか、我々は常にライブエンターテインメントを対象としてこのような作業をやっております。なのでいわゆるそのパブリックの場所に、ね、たくさんの人に集まっていただく、まあ、それをその趣旨、それを趣旨として我々はこういうものをやっております。So the R&D's, the R&D team approach at Moment Factory is really to hijack all these new innovation and technologies that are bringing the human more virtual. And the one that we're exploring over here and over there is the video games. So right now we ask our question, how can we apply all these innovation in video games into the real life? So what you can see on the other room is really enhancing sports, enhancing Kendo as like music artist or performers using interactive video game technology. 我々 の, その研究開発チームとしましては、まあ、様々なそのイノベーションですとかテクノロジー、こういうものを発布する。でそれをまあ今度、いろんなその環境にもたらすということで、今そのテレビゲームでそれを考えております。でまあ、実際にその、ゲームの世界をその実際のこの環境に持ち寄るというようなことをやっておりまして、それをすることによってスポーツそのものをさらに、強化する、スポーツに限らず音楽ですとかあのそのケントさん の, そのダンスですとかこういうパフォーマンスもその対象とするということをやっております。 So by doing this, we did our exploration and we have two very big bottleneck or limitation for exploration.Was the sensors and the tracking was not fast enough, and the projection was not fast enough. So we took care of all the middle of the pipeline. So we worked with Panasonic R&D, and they developed this new very, very high-speed tracking system and very high-speed projectors. So then we can have the full pipeline into enhancing sports, because we need this real-time accuracy.まあ、実際にこれをやるにあたって2つほどそのボトルネックがありました。というのはこのようなその動きをその、実際に追随するその追跡するセンサー、それから実際にプロジェクションするときの その映像そのもののスピードが速くなかったわけです。我々が担当しているのはその真ん中の部分なんですけれども、ただその紙、下のところが十分速くなかったという問題がありました。そこでパナソニックの研究開発チームの方が、極めて、この高速 の,、その追随、システム、それからそのプロジェクションシステムというものを、見出すことによって、ほぼそのリアルタイムのこういうものを作り出すことができたわけです。So now you can see there's three different installations and the Kento Mori show.That you can explore. There's one installation that is kind of an easy access with the baseball. There's one which is really like more agility and physical enhancement. And another one which is for the audience, to have more entertainment for the audience, which is the ping pong. And you can see the ping pong ball is tracked, projected on, so you can see how fast and accurate the Panasonic technology is and what the enhancement.そしてまあ今回3つの、インストレーションを用意させていただきました。まあ、1つはその、そのケントモリさんのパフォーマンス、もう1つはまあ実際に、その野球をテーマにしまして、どちらかというとそのアクセスしやすいもの、どちらかというとその体の動きというようなものをその示すものになっております。そしてもう1つが、オーディエンスの方が楽しんでいただけるということで、これは卓球なんですけれども、そのボールをしっかりと追随するトラッキングし、それがプロジェクションされます。でこれが極めて正確に、トラッキングされているのを目にすることもできますので、まあ、パナソニックさんの、技術、まあ、これがそのいかに正確で速いかということを、目でも確認していただけるのではないかと思います。 So when you go over there you can、experience a little glimpse of the future and when you can, if you can imagine when all this new innovation in biotechnology in robotics in sensing technology you can add on top of thisAn augmented reality, you can really see where the future of sports would go. 実際にあの皆様も、これを体験していただくことによって、将来、今後の未来というものを、
今から若干こう感じていただけることができるのではないかと思います。こういうような新しい技術に、バイオテックですとかそのロボット工学ですとかセンサーの技術が加わることによっていわゆるその将来 の, そのスポーツ未来のスポーツに、導入されるこの AR、こういうものを楽しんでいただけるようになるんではないかと思います。以上です。ありがとうございます。いや素晴らしいろんな話を伺いました。実際にこのあとホールでご体感いただけますので、まだという方はぜひ一緒に体感していただく、けると思います。そして、見る側だけでなく、実際にプレーする側も影響を与えるかと思います。テクノロジーがスポーツにそして、プレイヤーに、及ぼす影響なども、含めて伺ってきました。為末さん、オリンピック3大会連続出場するなど世界のトップアスリートとして活躍されてきましたが、アスリートから見てスポーツの世界にこのようなテクノロジーが融合されていくことについてはどのように思われていますか？はい、先ほど見せていただいてハードルはないのかなと、ハードルなかったらちょっと残念なんですが2つあると思うんです。1つは、既存のスポーツがどうやってテクノロジーで選手が強化されたり楽しくなるかということです。でもう一つこっちの方が未来にインパクトあると思うんですが、そもそもテクノロジーが組み込まれたスポーツが新しく出てくるっていうことだと思うんですね。でスポーツ界で、一番直近のテクノロジーっていうとレザーを持ってきてその中に綿を詰めて作ったボールっていうものが出てきて、それでバスケットとかラグビーとかサッカーっていうのが生まれたんですが、実はその後に新しいテクノロジーっていうのはスポーツのルールの中にまだ組み込まれていないんですね。でおそらく先ほどの映像のような映像がそもそも入った状態の、テクノロジーっていうのが使われた状態のスポーツっていうのが新しく出てくると、これが、なんでしょう、また全然違う次元でスポーツっていうのを連れてくれるんじゃないかと思います。で今大きな流れで起きていることっていうのは非スタジアム化のスポーツが大きくなってきてます。私が現役の頃はほとんどスタジアムの中で行っていましたが、今回スケートボードが入りまして、それからサーフィンですね、あとはボルダリングもそうですし、全部スタジアムの外で行われているっていうのが大きなトレンドです。もう一つは小スペース化、小時間化、それから、少人数化ですね。例えばバスケットボールが5人から3人になったり、サッカーのフットサルっていうのが新しく始まってきて、これは多分都市に適応したんだと思うんですが、何が言いたいかというとですね、サッカーは11人であり、陸上競技は 100m を走りっていうようなスポーツっていうのがどんどんと変わっていく中で、テクノロジーとこう新しくどんなものが生まれていくかっていうのはすごくこれから楽しみになるんじゃないかと思いますし、結果としてそれはバリアフリー化してパラリンピックとオリンピックとの間をつなぐようなものも出てくる可能性があると思います。で私は選手としては視覚的な影響というのは選手にものすごく大きいので、実際に海外のリーグを流した途端にその国のスポーツのレベルが上がるっていうぐらいに人間見ているものは真似できてそれが実際にできるようになるところがあるので、このようなテクノロジーの影響で、子どもたちを含めていろんなプレイヤーのパフォーマンスが上がっていくというのはすごく楽しみかなと思っています。未来にどんどん多様化していくスポーツ、我々はどんな新たなスポーツを楽しむことができるのか、こうやってお話を伺うだけでもワクワクしてまいります。そして、スポーツ界のテクノロジーといえば、いわゆるアスリートの技術向上などに使われてきたイメージも我々ありますけれども、ドミニクさんの映像でも感じました。最新のテクノロジー、スポーツと融合するとちょっとコンサートのような雰囲気で感じ取れた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。エンタメというか、エンターテインメントのようなこう輝かしさや楽しさが溢れている、そんな映像を皆さんご覧いただけたと思います。そういった意味ではワールドクラスのアーティストのエンターテインメントショーを参加されてきました。ケント・モリさん、常に世界的な、そして、規模の大きな最先端のテクノロジーなどエンターテインメントとして参加されたりご覧になってきていると思います。アーティストとしてエンターテインメントに関わる方として、このオンイベントのような取り組み、テクノロジー、どのようにご覧になってますか？僕自身ですね、自分が、
このモーメントファクトリーの、まあ、ドミニクさんはじめあのこのクリエイティブチームの人たちが作ったステージっていうのを一緒にこう表現それをあのオフィシャルの場所にするっていうのは実は今回のやつが初めて、ね、はい、で目にすることはもちろんあってでモーメントとは、この3年半ぐらいあの自分のプロジェクトでもずっといろいろ準備していったりとか新しいものをクリエイトしてきてるんですけどもまだちょっとお披露目前みたいな状況ではあるんですが僕が先ほど名前出たそのマドンナっていうのは常になんか時代の先を未だにこう見せていっている本当にあの偉人だと思うんですけれどもその自分がやったワールドツアーの次のツアー MDNA っていうツアーなんですけどそれを、招待いただいて僕はあの本当にお客さんとして見に行ったんですね。でそれが2011年とかだったと思うんですけどあのステップフルセンターで見たのが本当に自分が参加した見たものっていうのをもう本当正直大きく大きく超えるなんかこう今まで見た中のライブショーで一番すごいと思うぐらいの衝撃だったんですよ。でそれをその時は知らなかったんですけれどもそのビジュアルクリエイティブやってたのがモーメントファクトリーで、で僕その時まだ知らなくて なんだこれはと。で自分はその現場を知っていたんでそんなに驚きないのかなぐらいに言ったんですよ。そしたら本当は顎外れるような感じで2時間3時間ずっと突っ立ってたみたいな感じで、その後スーパーボールハーフタイムショーをテレビで見てて、またそのマドンナが本当に時代を変えるぐらいのステージをやってた。それも後から知ったんですけどモーメントファクトリー彼らがやっていて、なんか今まであったステージのこの場所っていうのを大きく変えた、時代を変えた。でこれはなんかビハインドにあるのはやっぱり先ほど言ったライブエンターテインメント、生っていうもののやっぱり感動をより深くより強くっていうことと、やっぱ挑戦っていうところがあって今までなかったものをあるものにする、ゼロ1なんなら今まで見れなかったものが見えるようにする。それこそ先ほども、ね、言いましたけどピンポンとかがある中でピンポンがただ卓球やってるっていうところの後ろにもう一つエンターテインメントが掛け算されるよりピンポンに対して魅力を持つ、よりエンターテインメントの魅力を持つで、スポーツじゃない人たちもスポーツの人もみんなその垣根がなくなっちゃうみたいな、うん、だからそこがその僕自身やっていて感動しますし、と同時にこのパナソニックさんがやってるその技術が、まあ、本当に僕がたとえ暴れるように動いても何やってももう本当寸分の狂いもなくついてくるんですよ。 0.0016 秒しか誤差がないっていう。だからそんな何ですかね、その技術とエンターテインメントで、これみんなが持ってるこの挑戦っていうところを軸になんか生み出されていくこの新しい世界っていうのが、本当になんならスポーツもエンターテインメント、エンターテインメントもスポーツ全部掛け算されて、技術もエンターテインメントになり、なんか全部がこう総まとめに一つになっていくっていうようなものが僕の中ではこう見えてきてるというか、そこからまた先ほどね、あの田淵さんも言われましたけども、なんか新しいスポーツが生まれてきたりとか、少なくとも僕は絶対思うんですけど新しいエンターテインメントは生まれると思うんですね。で今までなかったものが一つになり一になり、でこれが次のスタンダードになる、次の常識になる。だから本当に今の新しいニュースタンダード常識を作ってる現場だなというふうに本当思って、自分自身本当にこれに関わらせてもらっていることを光栄に、そして誇りに思って日々過ごさせてもらってます。はい、ありがとうございます。確かに素晴らしい。特定のスポーツが好きである程度の知識があるからそれが楽しくエンターテインメントで見て取れるだけじゃなくて、それを知らない人までも巻き込む可能性がありますね、テクノロジーによって。そうですね、多分分かりやすいっていうのは非常に大きいと思いますし、オリンピックって100年、近代オリンピックは100年ぐらいなんですけど、もうちょっと前に遡っていくとスポーツ の語源はデコルターレって言われているんですが、この時には歌を歌うとか詩を読むっていうのも含まれていて、多分今英語でプレイって呼んでるものが全部そこに入ってたと思うんですね。でこれが今新しく今に入ってきてはカルチャルオリンピアドって言って文化面でやってるんですけど、まあそもそもアートとかスポーツっていうのは昔に辿っていくと実はあんまり分かれてなかったっていうのが、なんかこういうエンタメとかを見ていくと、あ、もう一回融合し始めてるっていう印象が出てると思います。なるほど、はい、ありがとうございます。さあ、そしてですね、僕さんにお話を伺いたいと思います。僕さん、
テクノロジーを、まあ、いわゆる具体的な技術としてお子様から高齢の方まで全ての方に体験してもらえるような日々新しいコンテンツの開発取り組まれていらっしゃると伺っておりますけれども、スポーツなどいろんなジャンルのものにこの新たなテクノロジーを融合させるとき、どのようなことに注目されていきますか？そうですね、2つのアプローチをしてます。まず1つはそのやっぱりもともとあるものにこうテクノロジーを使ってその魅力を追加するみたいなときに、もうすでにそのものについてこう大好きな人とか例えばそれをプレイしてる人はどんなエモーションでそれをやってるんだろう、で そのエモーションを大切にしてそれをもっと増幅させるような演出を加えられたら単純にもっと面白くなるじゃないかっていうのが一つのアプローチと、あともう一つのアプローチはそれに関心を持てない人ですね。それを関心を持てない人は何らかの障壁があってそれがあんまり面白くないと思うので、その障壁をなんかテクノロジーのサポートでなんか取り除いてあげることができるんじゃないかみたいな、そんな感じのアプローチですね。だ例えばオリンピックで言えばそのやっぱりみんな皆さん好きな競技と興味ない競技とか絶対あると思うんですよ。オリンピックってどれだけ競技あるんですかね。なんかめちゃくちゃあると思うんですけども、やっぱり好きな競技の場合は本当にそのアスリートのギリギリのパフォーマンスをもう息を飲んで緊張してみるとか、まあ、あと例えばサッカーとか野球であれば本当にもうみんなで一緒になって日本頑張れみたいな応援するっていう、そのすごいこう緊張感みたいなとかエモーションっていうのをどうテクノロジーで増幅できるかなみたいなことをやっぱりこう考えていきたいな、全くその新しいものをそこに入れる必要はやっぱりスポーツはとにかく一つのルールがあって それをこうみんな目印にみんな楽しむことですので、まあなんかそれをこううまくよりこうそれが伝わりやすくにすると、まあそういった意味ではそのまだ興味が持てない人にどうやって興味を持ってもらうかっていうのはなんか本当にこう、まあ、さっきのモーメントさんのやつもまさにそのいろいろ可視化してあげるというか、まあ、例えば 100m とかってやっぱり盛り上がるのでなんか単純じゃないですか。10秒の壁っていう10秒を切ったらすごいっていう、誰もがなんか分かる目標があるからあれだったんです。で最近のなんかスポーツもなんか水泳とかでも世界記録はここみたいなラインが常に出てるじゃないですか。でスケートとかもそうですけど、スピードスケートやっぱりあれって本当にテクノロジーでその本当に選手をトラッキングしてもう本当にもうリアルタイムでずっとついていくみたいな、あれがあるおかげでなんかルールはよく分かんないけど見てて楽しいみたいになっていたりすると思うんですが、なんかそういうことをなんか新しく何ができるかな、まあ、特にその東京では本当パラリンピックもあるのでやっぱりみんな全然知らないと思うんですよね。っていうか僕が知らないからみんな知らないって言ったら失礼かもしれないですけども、なんかそういう時にどんなガイドをこうリアルタイムにやってあげてすごいなんか衝撃とかすごいなんかリアルに今何キロでしたみたいなのが出たりすると、こんなすごい中でやってるんだみたいなことだったりとか、あとみんなの本当にこう応援で盛り上がってる気持ちみたいなこととか、まあ、そういったのも本当にこう可視化すると、まあ、どんどん盛り上がって、やっぱ一人で見るよりスタジアムで見るのが楽しいように、みんなのその応援する気持ちみたいなのもこう可視化してあげると面白いんじゃないかなとか、まあ、そんな感じでこうもうすでにあるものにこう増幅するとか、ちょっと足りない障壁を取り除いてあげるとか、そういう感じのアプローチでやってますね。その熱や魅力をどう伝えていくか、はい、ここまでこうテクノロジーが変えるスポーツ、そしてもちろんエンターテインメントということでもお話を伺ってきました。いよいよ東京2020オリンピック競技大会まで500日を切っております。ぜひ今回のイベントでスポーツの新しい楽しみ方を体感いただいて、オリンピックそしてパラリンピックを日本全体で盛り上げていきたいと思っております。ゲストの皆さんにとっての東京2020大会どのようなものでしょうか。どういった期待が込められているでしょうか。伺っていきたいんですけれども、ではドミニクさんからいきますか。東京2020大会に期待していることを。And I hope for the games for Rear in Tokyo. Well, it's really again is the entertainment level and all these new sports that are coming. Like the surf and the skateboard and so it's.To be more democratic, so it involves everybody. So it's a little bit like you were saying, this new bridge of esports with real sports all together. So I don't know how it will be applied in 2020, but
having this bridge and to start to have like the real-time enhancement using gaming technology. And also, I'm very interested with Paralympics. Also, same comments that you were saying. It's like, how can we like make it even more entertaining, putting more emphasis also on the Paralympics? I would really, really hope that that we can like push the limits through the Paralympics. はい、実際にその東京大会で、その期待、まあ、これはそのエンターテインメントとしてのレベルがさらに上がっていくということ、またあの新しいそのスポーツが、まあ、今回加わるということで、まあ、サーフィンですとか、スケートボードですとか、まあ、こういうものが加わることだと、それからエンターテインメントレベルが高まることによって、よりその民主的って言ったらいいんでしょうか、より多くの人が直接その関与できる、そういうような形になっていってほしいなと思っております。まあ、2020年大会では実際にこの e スポーツとそれからその新しいスポーツはこれがどういう形でつながっていくのかっていうのは分からないんですけれども、やはりそのリアルタイムでそのスポーツそのものをその強化する、そういうことができていければいいなというふうに思っております。で、私は特にパラリンピックなどに興味を持っておりまして、そのようなその手段を用いることによって、もっとそのパラリンピックのすごいところでしょうか、経験していただけるような形になっていれば、それがさらにそのいわゆる境界線というものをどん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 、押し下げていくような形につながっていっていただければいいなというふうに思います。ありがとうございます。続いて田口さんいかがですか。はい、僕はポスターで一緒に東京作ろうって言ってるんで、まあ、それが一番なんですがまあ、やっぱりなんていうんですかね、なんか デジタルっていうものがなんとなくこう向こう側にあって、まあ、すごく融合した形で見えれば一番いいなっていうふうに思うんですね。なんていうか、最初に出てきた時は例えばスポーツでいうとそのレザーのボールが出てきた時にもしかしたらあれは不自然に見えたかもしれないんですけど、今となってはサッカーボールが芝生に置いてあったら皆さん自然って感じると思うんですけど、なんかそんな風にデジタルがなんか融合するといいなというふうに思っています。僕は一つぜひドミニクさんなのかな、サッカーやっていただきたいんですけど、オリンピックに皆さん出たことありますか？はい、でも一回出てみたいじゃないですか。なんか例えば東京州、まあ、東京じゃなくてどこでもいいんですけど、 100m のコースが引いてあって、なんかバーチャルに 100m の決勝で全員参加できて、まあ、なんかどっかでそこがみんなこうなんていうかな、みんなずらーっと 何十万名ぐらい横に並んで用意どんどん一気に出して、自分が8600万でしたとかそういうこととかっていうのができないかなと思ってて、そんな風に今までオリンピックは参加する人と見る人がすごい綺麗に分かれてたのが、ここの境でも曖昧になるとなんか楽しいなと思っていて、はい、そんなことを感じます。まあ、スポーツとそれ以外の境でも同時に曖昧になってほしいなと思っています。参加してみたいですよね、そうだったらね。はい、ありがとうございます。続いて、ケントモリさんいかがですか。